込み上げてる、込み上がってる、うわみたいなのがすごいわ。足立の日記便始まりました。イエ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 イ。今日はもう9月入りましたよ。皆さんどうですか？元気にしてますか？なんかお天気もちょっとあの曇りだったりとか、雨がパラパラ降ったりだとか、なんとなく季節が変わっていく感じしてますけど、なんかそうやって言いつつもきっとまためちゃめちゃ暑くなる日が来るんだろうなっていうのは私も思ってますけどね。体調管理だけ皆さんあの気をつけてくださいね。普通の風邪もやっぱりなんか引いちゃう人もいると思うのでね。さあ書いていきますか。なんか最近この足立の絵日記便があの黒だけでしか描かれてませんっていう話を誰かがなんかしてくれてたんですけど、ね、カラフルでも描いてくださいよなんていう声もありました。さあ今日どっちなんでしょうか。はい、まあもう今日は9月の4日なんですけど、5日前ぐらいに、5日前ですよね、私の8月30日の、デビュー4周年、記念配信ライブをしました。で、なんかいろいろと込み上げる思いがたくさんあって、自分でも、まあ、歌ってる最中でもあやばいやばいと思いながら、でアーカイブも見ながら、うわすごい私込み上げてる、込み上がってるっていう風に思って、なんか自分で何度もびっくりするシーンがありましたが、配信ライブ見てくれた方もこの中にたくさんいると思います。で配信ライブもうね生では終わっちゃったんですけど、アーカイブの方も明日明後日と、9月の6日まで、見ることができるので、まあ、今日もしまた新しくねチケットをまだ見てないよっていう人は買ってもらったら、2日間はねゆっくり見れる期間があるので、もしよかったら、これを機に、まだライブ見たことないよっていう方はぜひ見てください。今日は9月の4日で串の日というお話を小耳に挟んだんですけど、なんか私本当にこの足立の日記便で何日かを告げるなんか人になってると思うんですけど、あれその串の日っていうことで、その串と聞けばねもう私は黙っていられないなと思って、なぜかというと私は焼き鳥が、まあ、大好きと結構前々から言わせてもらっていて、もう焼き鳥といえばねお肉が串に刺さってるわけですよ。だからなんかその串の話で足立の日記便できないかなと思ってますよ。最近みんなどうですか？焼き鳥とか食べてますか？なかなかねお店に行ったりとかもできないと思うので難しいと思うんですけど、一つ私お家で挑戦してみたいなというものがありまして、もちろん焼き鳥、その鳥、ももとかレバーとか砂肝とかをお家で焼いたりして焼き鳥を楽しむっていうことはするんですけど、なんかよくさ最近いろんなところで見ますけど、なんか野菜巻きみたいな、それは鳥とはまた離れちゃうんですけど、トマトに、豚バラが巻いてあってそれが刺さってるみたいな食べ物知りませんか？私それが結構なんか好きで、でも最近お店とか行けてないからお家でそういうのできないかなと思ってやってみようとするんですけど、めちゃめちゃ難しくて、なんか薄い豚肉がそもそも私の近くのスーパーには売ってないようなそんな気がして、絶対そんなことないんだけど、なんかいつもスーパー行くともう割と結構分厚いお肉しか売ってなかったりとか、もう国産のもの売り切れちゃって海外のねちょっと分厚めなお肉みたいなのが多かったりして、あれ私これ絶対一生
あのね、トマト巻きとかなんか野菜巻きできへんなって思うんですけど、なんかそれをうまくできた想像をしながら、ちょっと今日はこの絵日記便で描いていきたいと思います。めっちゃハードル高いさあ、じゃあね、描きましょうね。いや難しいんですよ、その野菜巻きとやらはね。でもトマト巻きの美味しさぜひ食べてほしいんだけど、なんか口に入れた瞬間にえみたいな、なんか熱っ、プチうわっうわっみたいなのがあるんで、みんなにも分かってほしいな、それ。いや美味しいんだから本当に。なんかこれは嫌な予感がする。もう面白くなってきました。レタスチーズ巻きとか知りませんか？それもね結構好きなんだけど、あとは野菜巻きで言うと、レンコンのその豚バラで巻いてあるやつ、それも好きだなただ好きなものを言うって。でもみんなもね、お家でちょっとやってほしい。絶対難しいから。一回私やったことあるんだけど、どん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 巻いていくお肉が大きくなって、トマトってこんなくらいなのに、本当にリアルな話これくらいになっちゃって、でなんか一本の串にね、ちゃんとまとまらないんですよ。で串刺してもバラバラバラってなっちゃうから難しいんだ。最近料理もなんかろくにしてませんね。デビュー4周年の日にお家帰ったら、一緒に住んでる女の子がかなおめでとうって言って、4の文字の押し寿司っていうのかな、なんかそういうお寿司をね用意してくれてて、本当になんていい子なんだ。もうめちゃめちゃ美味しくて、一人でなんか美味しい、これめっちゃ美味しいんだけどって言いながらずっと食べてた。で彼女はなんか、あーよかったって、そんな風に言ってくれてよかったって言いながら一緒に食べてて、なんか本当にね、私と対照的に落ち着きがすごいある子でびっくりしちゃう。大人になりたいな。何の話って、いろいろ話がぶっ飛んじゃってますけど、まあまあそんな日もあるでしょう。すごいわ。まあいいんじゃないですか。なんかちょっとみたらし団子みたいになっちゃったけど、できました、今回は、9月4日串の日ということで、私の、今一番お家でやってみたい、うまくいったらいいなと思う野菜の肉巻き、トマトの肉巻き串です。じゃん、じゅわうま幸せ涙出てきた、なんではい、なんかね、美味しいお店で食べた時に、私は本当にこれ食べた瞬間に目まん丸になって、本当に涙この辺に溜まりますから、美味しすぎて。トマト苦手な人もいるかとは思うんですけど、ぜひ食べてください。結構一押しだな。なんかね、焼き鳥ずっと食べてて、うわちょっと重くなってきたな、お肉重くなってきたなって思った時に、まあ肉巻きではあるけど、このトマトの酸味とか、このジューシーな感じがいろいろと私の体を浄化してくれる感じがするので、ぜひ食べてみてください。はい、今回の私の日記便は、トマトの肉巻きの絵でした。皆さんぜひこの絵欲しいですよね。お近くのセブンイレブンのネットプリントの機能を使ってゲットしてください。
そしてこの動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、足立かなでした。バイバーイ。ベーコンだとちょっと違うんですよ。あのベーコンの、あのなんだろう、味が結構きちゃうから、なんか豚バラだからこそなんかトマトの素材を生かしてくれるんですよ。恥ずかしい、お店の人みたい。